よろしくお願いします。お願いします、皆さんお久しぶりです。お久しぶりでございます。皆さん、動画の更新全然できなくて申し訳ございません。ちょっと今日は、なんで動画のアップが今できてないかのちょっと説明をちょっとさせていただきたいと思います。はい、佐藤コーチの方からじゃあ行ってもらいましょうか。ですね、私の肩の調子があまり良くなくてですね、はい、一応治療には行ってるんですけど、まあ、なぜレッスンをしながらっていう形なので、治ったり治らなかったりっていう感じで、ずっとずる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 引きずっちゃってる状態で、なかなか動画がね、取れてないっていうのがあって、まあ、ストロークとかは打てるんですけど、サーブ系が結構ちょっと厳しくて、そうなのでちょっとね、今動画があんまり取れてない状況です。はい、はい、まあ、っていうのと、あとちょっとスケジュール的にもちょっとお互いちょっといろいろと今タイトな時期で、はい、撮影する時間がちょっとないのと、あと佐藤の怪我の方もね、ちょっと一回ちょっとお休みっていう形をね、はい、させていただいてて、ちょっと上がってる本数が、今3月、今これ撮影した3月の24日なんですけど、今月まだ3本ぐらいしかアップできてなくて、はい、まあ、ちょっと申し訳なかったんですけど、まあ、またちょっと今肩の調子が佐藤とだいぶ良くなってきたので、佐藤改造計画とかにアップできてなかったので、はい、ちょっとそういった理由でアップができてなかった。また、来週ぐらいから、はい、これ今撮ってて、あさって撮影は開始していって、はい、でまたTPSさんとのコラボもまた決まりましたので、はい、皆さんチャンネル登録そのままでぜひ見てくださいっていうお願いのちょっと今日動画です。はい、ちょっと、やめてませんので、はいはい、アップしていきますので、はい、またちょっとあさってから撮影していって、まあ、編集をまた兼ねていくと来週ぐらいにまた、お届けできるかなと思いますので、はいはい、ちょっとお休み期間という形で1ヶ月ぐらい、うん、ほとんど1ヶ月ぐらいアップできてなかったんですよね。そうですね、はい、ちょっと初めてだったので、うん、心配された方、はい、チャンネル登録解除しちゃった方もしかしたらいらっしゃるかもしれないですけど、またちょっとチャンネル登録していただいて、はい、しておいていただければと思いますので、はい、まあ、あとちょっとコラボも決まったっていうのもお知らせしたかったので、はいはい、またTPS様とのコラボなので、うん、おそらく4月になると思うんですけど、うん、はい、でまた4月か5月ぐらいの動画アップできるかなと思いますので、はい、はい、よろしくお願いします。楽しみに待っていってください。はい、ちょっとコロナがね、まだ上がったり落ちたりで、ちょっとね、すごい大変なまだ時期だと思うので、油断はできないんですけど、はい、今年にやっぱり去年もこれお伝えしたんですけど、うん、やっぱりイベントをまた何かね、何かというかイベントをやりたいと考えてますので、うん、この YouTube を通して、はい、なんで普段動画でしかお会いできない方も、可能であれば、お会いできるようなイベントとかも企画していきたいなと思ってますので、はい、まあ、ちょっとコロナの状況を見ながら少人数になってしまうかなと思いますので、はいはい、目標としては今年にとって1回はやりたいですね、やりたいなと思っておりますので、はいはい、ぜひ皆さんアプリの方、スマートフォンのアプリ概要欄にリンク載っけておりますので、はい、アプリの方でダウンロードしていただいて、こちらのお知らせ、イベントのお知らせアプリの方で、はい、していきますので、うん、はい、こちらの方をダウンロードぜひ皆さん、はい、よろしくお願いします。これで、ね、ちょっと終わっちゃうと寂しいと思うので、はい、前もちょっと以前やらせていただいたコメントの一種の方をまたちょっとだけ、はいはい、やっていきたいと思いますので、サーブルーティーンの動画ですね。はい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 、獅子落としかまたイノシシイノシシからの獅子落としに獅子落としねイノシシがビビっちゃうっていう。あ、そうそう、ありがとうございますサーブ練習しんとダメよな、週一プレーも週1プレーしかも5分くらいサーブのアップして、うん、あとは試合ケースするだけだもんな。その中でいろいろ試したりするけど、隣のコートうるさいですちなみにこの日の隣のコートはね私のレッスンでした失礼しました。そう、この時僕喋ってないので、うん、カメラの音声だったんで、うん、思いっきり入ってたんですよね僕喋ってないんで僕打ってる音しか入ってなかったから思いっきり佐藤コーチの、はい、元気にいつもやってレッスンしてますので、はい、皆さんこちらの動画見てない方は見ていただいて、どれだけ佐藤がうるさかったか、これだけ恥ずかしいよね、これだけでもほら一生懸命やってるんだよってことでアピールできたじゃん。やったで、なんだっけそれで、なんか質問ではないの、その大事だよっていうこと。そうサーブはこれ多分どのスクールさんもそうだと思うんですけど、ほとんど多分やらないじゃないですか。そうですね、しっかりやらないか流し打ちするかぐらいですよね、うん、ちょっと練習して5分10分でしょ、うん、やってもカゴいっぱい入ってるやつを打っておしまいとか、
でその後にサーブからクロスでとかでしょ。そうそうそう、サーブだけの練習っていうのはなかなか取れない方が、うん、スクールだけ行ってる方って多いと思うので、うん、サーブの練習ってやっぱりああやってやらないと、うん、僕が、ね、アップさせていただいたみたいにやらないと確認ができないと思うんですよ。やりたいサーブの練習ができないと思うんですよ、うん、本当にサーブのこの自分の今やってる技術を変えていきたいとかっていう方は本当にあえてしっかりと一年一人でやるべきだと思います、うんはい、なのでめちゃくちゃやっぱり大事ですし、あの難しいとは思うんですけど、やっぱり例えば1週間に1回は1時間コードどっか取れたら取ってそれやるとか、うんうん、なんか時間をやっぱ取ってやった方がそのやった分だけ絶対返ってきます、うんうん、間違いなく確認もできるし、うん、そこでやっぱりサーバーやっぱり自分でトスを上げて、うん、自分でやっぱり勢いをつけて打つショット、ね、ショットなのでごまかしが効かないから、やっぱそこはやっぱり数打っていかないと確認とか体に染み込んでいかないので、うん、そうですね、うん、動画内に見てますが、こういうエステルとか使ってちょっとこう振ったりとか、まあ、素振りとかでもいいと思うんですけど、素振りをしたりとか、なんかいい方ありますか、どこじゃサーブに関しては。サーブは、まあ、あの以前に動画に出してるあのタオル の、 あ、はい、あのこんぐらいのタオルあるじゃないですか、ボディタオル、あの服タオルね、うん、そうあれの端っこをこう結んで、そうあのラケットの流れを確認する、そうそう、八の字にしてこうやってやる練習とか、うん、あのソフトケース、あ、そうソフトケース、ボール2個ぐらい、2、3個ぐらい入れてね、そうそうそう、うん、やったりとか、とにかくこういう作業ってふだんやらないんで、うんうん、やっぱこの作業ってやっぱり肩やっぱ、ね、上げてね、肘を上げて手を上げてやる作業なので、ね、ラケット持ってやるから、うん、やっぱりこうやっぱ慣れが必要だと思うんで、そうですね、うん、肩を動かすっていうことでもやっぱりいい練習になると思うので、うん、はい、はい、まあ、サーブ練習は大事ですね、うん、はい、はい、ありがとうございました。次ですね、はい、じゃあ次ですね、これあの声を出す出さないでどう変わるって検証動画にいただいたコメントなんですけど、はい、トイスキーさん、はい、TOYSKI さんからいただいたコメントなんですけど、はい、声を出すのは人それぞれ個人差があるから何とも言えないですね、うん、僕は自分より実力が上の人などと対戦の時は気持ちで負けないようにあえて声を出していくタイプですねっていうコメントいただきました、はい、どうです自分より実力が上の人とやるときは声を出す、うん、まああれですよね、これも性格だと思うんですけど、佐藤君どうですか、試合の時ですか、格上の試合の時、第一シードと当たりました、あ、基本黙ってるんですよね、私 あんま変えないの、うん、あのどの試合でも変えない、変わんないです、ね、なるほどね、確かにあんま聞かないね、うん、あのうっていう時は聞こえるよ踏ん張る、踏ん張る声というか、なんか漏れちゃった系だよね、うんは聞こえる、踏ん張ってる系の声聞こえる時あるけど、なんかウェイとかと言うけど、なんかそれはまあその相手が言ったから言うぐらいの感じだよ ね、 あと短いボール取りに行く時はもしかしたらなんか言ってるかもしれない、よいしょぐらい言ってるから、あ、そう、うん、出ちゃった系だよね、出ちゃそう、声に出してるわけじゃないです、なるほど、うん、僕のね、あの感覚はね、あのちょっとこのトイスキーさんに近いです、うん、やっぱりこうファイトしたい時に僕は出すタイプなんで、うん、ちょっとこう例えば体疲れてきたなとか、うん、あちょっとこのポイント絶対欲しいなとか、うん、あんまりこう相手のレベルは関係ないかもしれないんですけど、ちょっとこうここは気合い入れてこうファイトしたいなっていう時にやっぱ出すタイプ、そう、普段あんま出さないんですけど、あのそういう時に出すかな、3330とかね、サービス、3330のサービス、うん、大事じゃないですか、大事です、絶対4030したいでしょ、うんうん、絶対キープしたいでしょ、そう、 そういう時とか、うん、ここぞっていう時に温存しておくタイプ、そうか、うん、どっちかっていうと、うん、最初から出すのあんまりないかな、あこれね、次の動画で僕撮ろうと思ってる企画なんですけど、うん、あのサービス打つ前に、うん、あのコースを言う、はい、あとまあ球種も言う、例えばワイドスライスとか、あセンターフラットとか、ボディスライスとかを相手に聞こえないように言ったら、どういう風にサービスの確率が変わってくるかっていうのを次取ろうと思ってますので、難しい、そうだから、それは相手に聞こえずに、例えばボールついてる時とかに、じゃあニューサイドからワイドセンター、ワイドスライスって言って言ったらどうなるかとか、
あの私言うと絶対失敗するの。あのダメ。次絶対入れるとか言うと次絶対失敗するんですよ。いやだからそコースにしてみれば、コースとか球種にしてみれば、あゆっくりそれならいけるかゆっくりじゃあボディとか、うん、ちょっとその辺はだから、うん、工夫してみてさ、どういう風にじゃあ今度言ったら入るようになるかっていうのは面白いでしょ、それ、うん、リターンとかでも絶対返すとか言うと、ああなるほどね、あびっくりしちゃった、自分でも、あ気持ちは絶対入れるとか絶対返すっていう気持ちなのに。まあ、ちょっとその辺はまた取りながら、はいはい、やっていこうと思いますので、はい、そちらの動画も楽しみにしてください、はいはい、コメントありがとうございました。ありがとうございました。最後の質問ですね。はい、最後、最後にしましょう、これあの膝ついてフォアハンド打つ練習、うん、やりましたね、うん、年末ぐらいに、はい、お腹で打ってフォアハンドの飛ばす感覚が分かる練習法、はい、でクラプトン・ヒロスさんからいただいたコメントで、はい、この体勢練習法、劇的にコンパクトになりますね、うん、やたらあっちこっちの動きに制限をかけるより全然効果的、うん、この程度のテイクバックでも飛ばせるという自信が定着したら成功すると思います、参考になりました、はいはい、これまあ実際佐藤コーチに、ね、打ってもらったと思うんですけど、うん、はい、まあ、動画内でもね感想言ってもらったと思うんですけど、これどうでした、やってみて。そうですね、はい、やっぱ動きが制限する中であの飛ばさなきゃいけないじゃないですか、だから体の使い方があの分かれるっていうか、あいつもこういう風に使ってるんだなっていうのが、うん、あのすごいよく分かる、うん、練習法、うん、両膝ついたんだっけ、あれ両膝ついたよね、両膝ついたら本当にここでしか打てないもんね、うんうん、だから腕だけだと絶対飛ばないので、そうお腹に力入れてしっかり腰の回転使ってっていうのを、うん、そう入れないとやっぱりボールはちゃんと飛ばないので、うんうん、ずっとね佐藤改造企画でも、うん、あの伝えをね皆さんにもしてると思うんですけど、伝えたと思うんですけど、やっぱり下っ腹だよね、そうこの上も大事なんだけど、やっぱ下のね丹田、やっぱおへその下の部分を丹田っていうんですけど、そこでうまくこう力を込めてそこを中心にこう上体をひねって戻す、で腹レベルで動かしていくっていう動きがやっぱりここのパワーを出す秘訣かなと思いますよね、はい、絶対これだけだと限界があるので、うん、やっぱり、ね、300g ぐらいのラケット持ってて 60g のテニスボールを打っていくとなると、やっぱりそれは足りないんですよね、うん、逆にそこをうまく使えれば逆に腕の力っていうのは使わなくても飛ばしやすくなるのかなと思いますね、うん、そうですね、腕は限界があるんでね、うん、早く振ろう早く振ろうと思ってもね、だいぶ体を使ってあの打つことができるようになった、コンパクトになった、うん、あのだからその練習をしてから、足ついての練習してからあの実際に立ってボールを打つと、うん、多分変わるのが分かると思いますね、うんうん、だから分かんなくなったらこういう練習に一回戻るといいのかね、うんうん、小さい動きでね、うんうん、わかりました、はいはい、まあ、この辺のねあのお腹の使い方っていうのはまた佐藤改造企画をねまた撮っていった時にもまた説明していきますので、はいはい、また見てください、はいはい、ということでじゃあ、はい、またね修太郎さんのコメントまだいっぱいあるんですけど、はい、日が暮れてしまうので、はい気になる方はまたコメント読んでいただいて、はいはい、まあ、どんどんコメントいただければ、ね、お答えしたりとか、実際にまた新しい動画に、うん、はい、撮れたりするので、はい、ぜひコメントはい、はい、ということでまた皆さんあさってからまた撮っていきますので、はい、チャンネル登録はそのままです、ぜひよろしくお願いします、ちょっと減っちゃったのもあるから、はい、まあ、それはそうですよね、はい、アップしながら頑張ります、はい、やめたわけじゃございません、はいはい、またよろしくお願いします、はい、ということでありがとうございました、ありがとうございました。